HDMI スリムポートディスプレイポートスリムポートアナロジックスアンクス7808スリムポートは米アナロジックスセミコンダクター社が開発した携帯機器向けの高速映像伝送用のインターフェース規格である MHL と競合する規格ではあるが MHL との大きな違いは電源供給が不要であることと HDMI のほかに VGA DVI ディスプレイポートなどの規格にも 対応する。利用するには、スリムポートに対応する HDMI、変換アダプタを利用する必要がある点が、MHL と似ている。当初は、ネクサス4で採用されたが、日本では富士通より発売されている、QH-55J が対応している。2013年7月には、ネクサス7が、また2013年11月には、ネクサス5が、新たに対応した。 なおこのうち QH55J はスリムポートを介する充電には対応していない。アメリカアナロジックスセミコンダクター社が発売する対応製品には給電機能を備える HDMI 変換アダプタタイプと HDMI ケーブルタイプ2種類が存在する。ありがとうございます。